ちは、こんばんは、お元気でしょうか。まあ特に YouTube などなどなんですけど、限界集落に越してみたとかさ、っていうのが、まあ最近 YouTube などなどで、YouTube でね、ニュース、Yahoo ニュースか。ネットニュースなんて、まあ、にぎわしていたりとかしてるけど、まあ、私の思うところです。絶対に私の正義、私の言ってることは正義とは思っていないんですけど、まあ、あくまでも一つの意見として言わせていただきたいと思います。はい。なんですけど、まあ、覚悟はあったならば、まあそのまま住み続けたらいいんじゃないかなとか思うんだけど、でも男性一人でも怖いところはあると思うのでね、危害を加えてしまわれたりとかしてて、うん、で特に、まあ最近問題になっていた女性は、まあ、事務所に入ってって言ったらしいっていう話もあったらしくて、まあ個人でやってたんじゃないのかいって、まあそういう話もあったりするけど、その名前とね、お顔が一致しなかったんですよ、私。でも、まあ時折ね、その、おすすめ動画というか、ショート動画で見かけたりする、その田舎へ越してきた系のドラマじゃない、動画を、まあ、ちょくちょく見てたりするんだけども、まあその人と見てたね。で、まああくまでも私の意見というか感想なんだけど、あのちょっと人里離れたところなんで、まあそういうなんだろう、ネット通販とかね。ネット通販っていうか、まあユニクロとか島村とか全然ないんですって、周りは田畑で、人もまあじいちゃん、まあ、ばあちゃんでっていう話をしてたのかな。声を出さずに、まあほぼほぼサイレントでって感じで、うん、でガスも通らないとか、なんだっけな、あのお風呂のところも壊れててとかって、それをね、まあ DIY をしていろいろやってますとかさ、やってたりしてて、部屋の中も汚くてとかっていう風になってたんだけど、どうなんだろうね。DIY しながらね、綺麗にしたいと思いますみたいな感じ書いてあったんだけど、って感じ。見ている限りでは、その死体に近いような格好をしていたなっていう印象なんだよね。まあ、もちろん外に出るところは、時はちゃんとね、あのジャージに、スウェットにみたいな感じで防寒対策をしてとかっていうのをしてますけど、でも部屋の中にいると、その体の線が出るようなそのヒートテック、もう何年も前に買ったような毛玉のついたやつなんですとか言ってたんだけど、でも体の線も出ちゃってるよなっていうのはあるし、まあそういうのを、まあそこのに住んでいる人たちもやっぱネット環境はね、出てくると思うので、出てくるというか、もう本当に最低限のネット環境ってあると思うんで、で同世代ぐらいの人たちにやっぱ襲われるというか、ナンパされたとかっていう風に言われてたんで、まあスマホ、タブレット、パソコンが必ずあると思うんですよ。で YouTube も必ず見れるし、で検索、まあ、撮影してるところも多分周りの人たちも分かってると思う。で名前を、まあ、検索して〇〇町、北海道の〇〇町まで検索したら多分ヒットしてる。
で、あの子かっていうことで、ちょっとどうっていうふうに。で、やっぱお部屋の中のでの撮影もしてるから、こういうプロポーションなの子なのねみたいな感じで、やっぱ男性だからちょっとエッチい考えになってしまうし、女性一人なんで、まあたやすいだろうっていう部分があったのかなとも。その男性もね、家族で来ていたならば、まあなんとかできるだろうし、女性だけでも2人3人でシェアハウスみたいな感じでやっていれば、なんとか大丈夫だったと思うんだけど、って思ったんだよね。で、まあ事の発端は、そのナンパ、お付き合いをしないかっていう話じゃなくて、ちょっとどっか遊びに行かないかとかっていう話をずーっとしてたんだけど、アプローチとしてしてたんだけど、その女性がずーっとこう断っていたという話をしてたらしいんでね。で、それを快く思わなくなった。急に、なんで俺を指定するのみたいな。ただ単に、どっかね、遊びに行ったりとかするだけじゃんって思ってたのが、やっぱ行為が悪意になって、その自分の親だったりとか、多分ああいうところって結構親戚が多いと思うんですよ。その人の親戚がね、集まって形成してるっていう部分があったりとかしてて、結局 あの女は、いろんなとこと付き合ってるとか、そういう経験をしてるとかっていう話とかね、いろいろとあることないことを言われて、村八分になされたっていう話で、じゃあいろんなところにね、行政にこういうふうに言われたって、警察なんかも言われたし、言えばよかったんだけど、多分言ったと思うんだけど、いや、あそこのうちはね、みたいな感じで言われて、本気に捉えていなかった。捉えてもらえなかったっていうんで、その役場の人も、ああ、あの人ね、って、うまくやってよっていうふうな感じで言われた可能性もある。で、ちょっと、危機感が、そういうのは思ったんで、ちょっとやばいと、何されるか分かんないっていうことで、北海道の中の別の地域に移住したっていうか、引っ越したって話なんだけど、いきなりその都市部に住んでいた人間が近海地域のそういう集落に行くのはちょっと大変なのかもしれない。で、別の男性なんかも、今までもう、なんだろうね、その人は引っ越したって言ってたね、やっぱ別のところに。同じような限界集落に行ってやってみたんだけど、やっぱどうしても断るしかない時ってあると思うんですよ。どうしてもこの日から、この日はどうしても、村の外に行かなきゃいけないとか、何があってもできないっていうふうに言ってたとしても、いやいや、そんなことより村のことが大切だろって。で、無理やりこうね、そういう役員にされたりとか、そういうのでもう精神的に参ってしまって、もう何百万で買った空き家だけど お家だけど、それはもう浄土なり売りに出して他のところに行ったっていう話は何かで聞いたことある。そういうのを動画にしてたりとかしてて、変な話、そういうネタになったじゃんって思うんだけど、それでね、すごく怒られそうな感じもするんだけど、
きなりそういう限界集落に行くのはちょっと大変かもしれないね。で、商売するにも、いきなり新しい人が商売するのも、それまでコミュニティとかさ、そういうのは出来上がっているところに新しい、まあ、パン屋さんだったり、食事処だったりっていうのを受け入れてくれる集落だったらいいけども、まあ、全部が全部そういう集落ではないと思うし、まあ某テレ朝の某ドラマで、定年あと2、3年ありました、定年まであと2、3年ありましたけど、早期退職して、田舎に行って、まあ畑仕事をしていますとか、パン屋をやりましたとか言ってたけど、うまくいってる人は本当にうまくいってるんだろうけどねって。うまく、全ての人が、うまくいけるかどうかっていうのは分かんないし、都市部でも多分、その集合住宅だったりとか、アパートとか、まあ一軒家のね、住宅街でも、新しくこう入ってきた人が、でね、ちょっと、限界集落じゃなくても、うんって思うところ、時ってありません？新しい人が来たって。なんか古くからさ、10年20年30年ぐらいずっとそのね、地域に住んでいてて、新しい人が来たっつって、っていうことをなんかしそうだよね。関心じゃないけど、何あの人っていうね。それがうちのばあちゃんだったりとかしてたんだけど、新しい人がいたわーって、言ってたなーと思った。そこまでしなくてもいいのになーとか思ったりするんだけど、でもやっぱちょっと見ちゃうね。それがもう限界集落とかになっちゃうと、もっとひどい状態になるだろうし、本当に社交性があったとしても、ね、どん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 ね、社交性友達になっている人もいるけど、まあそれでもね、なんかのきっかけで「あなたなんて嫌い」みたいな感じになっちゃいそうだしって思います。はい、皆さんどう思いでしょうか。以上です。